やあこんにちは、俺の名は放火マンだ。今日も京都で放火をしていくぜ。はい、こんばんは。こんにちは。今回はホタルの瓶を使って放火マンになろうと思います。放火マネをつけると、今使っているスキンといい、他の人に迷惑がかかるかもしれないのでやめてください。やめます。で、ホタルの瓶はアリーナや大会でも使えるので、僕の予想だと大会環境でホタルの瓶が今熱いと思います。ホタルの瓶だけに熱いってね。放火マン。で、ホタルの瓶片手にレッツ放火。正面に敵さんがいましたね。燃やします。おっ、無意識に敵さんを囲めてましたわ。でも壁取られちゃいましたね。なら燃やす。自分を燃やすな。敵さんなかなかのやり手だな。君が勝手に自爆しただけ。そういう捉え方もできなくはないですね。で、またまた敵さんを囲めました。でも芝入りさんもあと一撃食らったらやられますよ。ホタルの瓶で敵さんを燃やすので、これ以上ダメージ食らわないです。そして逃げてきたところを。悪いねー。おっと、敵さん同士がやり合ってますねー。ナイスキルパク。で、敵さんの足音が聞こえてきた場面ですね。へえ、103カット。そしてこれで終わりだー。攻撃機に吸われちゃいましたね。後でこの木燃やそっと。キャンプファイヤー。森林火災。おっと、敵さん木の建築で回復してたら、ファイヤー。そして蓋を閉める。うまく蓋できてないですよ。あや。でも倒せたので OK です。おっと、敵さんの気配。ナイスカスダメ。最近カスダメ多くて、カスカスダンス踊りそうになるわ。なんでだよ。なんでカスダメが多かったらカスカスダンス踊りたくなるんだよ。普通踊りたくなるでしょ。踊りたくならないです。っていうことで、エピックさん、新エモートとしてカスカスダンス実装してくださいね。海外の人困惑待ったなし。ま、そんな話はどうでもよくて、敵さん僕の目の前で回復したら、オラ囲んで、燃やします。そして敵さんの夜ご飯もやし。なんでもないです。ならいいや。そして敵さん燃えて激浪なので、グッバイ。あ、そういうことね。燃やしますと燃やしをかけたのね。僕の発言を掘り返さないでください。で、なんやかんやあって残り人数6人のところまで来ました。そして芝入りさん残り体力41ですよ。終了のお知らせが聞こえてきたわ。最後にホタルの瓶で嫌がらせしよっと。さすが放火魔。現実世界で放火魔になったら最悪死刑になるから、皆さんはやらないようにね。やるか。ていうか、ジャンパ便乗できたからまだ生きてそう。芝入りさんは現実世界でも大物 YouTuber に便乗して。なんか残り人数2人のところまで来ました。なんか生きてますね。なんか生きてたわ。資材がもう少ししかないから、勝負に出る。はい、2試合目やっていきます。さっきの何？気にしなくていいですよ。そして敵さんがいるので。え、ソフトエイムですか？考察エイムです。ホタルの瓶ゲットしました。これでいつでも放火魔になれますね。そうだね。なんかいたー。なんかいましたね。めっちゃびっくりしたよ。芝入りさんびっくりしすぎて武器券間違えすぎ。一旦冷静になるために数字を数えます。よし、冷静になった。そして敵さんを燃やしました。芝入りさんも燃えてますけどね。僕以上に敵さんの方が燃えてると思うので、このままこんがり燃やそうと思います。敵さんあまりにもの暑さで外に逃げちゃいましたよ。なら追いかけるまで。オラ回復はさせないよー。ゴリ押していきましょう。ワンボックスに入れた。悪いねー。車で暴走しようと思っていたら敵さんがいましたわ。ストームも動き始めているので、早くこの敵さんを倒したいですね。そうだね。で、敵さん木の建築にこもったので、燃やします。ウィーピングウッズは木がたくさんあるので、放火魔ムーブをするならおすすめの降下場所です。
そして階段を編集して、敵さんのワンボックスに入り込んでいくぜ。その階段編集入り込みは少しお上手。でんであとは階段をいい感じに編集して、オラクラへ、92ダメージ。そしてこれで倒しきる、と思っていた時期も私にはありました。芝居理さん別敵も来ちゃいましたよ。やばす。とりあえずこの敵さんは無事倒せたので、玉さんを返り討ちにしようと思います。オラ囲む。ちゃんと囲めてませんよ。あやま、でもこれで囲んで。危なかった。そして残り人数4人のところまで来ました。資材も回復アイテムもあるのでビクロイいけそうですね。でも正面に敵さんがいるよ。芝居理さんが唯一できる建築、進行建築で進んでいきましょう。うわ、後ろにも敵さんいたよ。板挟み状態なんですけど。気合で乗り切りましょう。根性論やめてください。ちょっと悔しかったので泣きのもう一試合やっていきます。これが泣いても笑ってもラスト試合ですね。そうですね。で今敵さんがいたので、ホタルの瓶でこの家を燃やして外に炙り出そうと思います。外中駆除みたいな戦い方しますね。お敵さん発見。さっきアサルト当てて白ダメだったので、このまま倒しきる。倒しきりましょう。あっちょ。危ねえ。あい車からこんにちはショット。戦い方が汚すぎる。そして木の建築は燃やしますねー。ウィンピングの敵さんは土しか持っていない可能性が高いので、ホタルの瓶ぶっ刺さりますね。でしょでしょ。そしてこのままアサルトでゴリ押して倒しきる。ナウシでゴリ押してるから逆にダメージ食らってますね。しかも別敵が来ちゃったよ。後で魚振るために一旦隠れますねー。隠れてるの敵さんにバレちゃいました。あらら。ここは僕にちょっかいをかけたことを後悔させますね。うっそ、僕が後悔しました。ここは一旦救援物資を開けます。どんな判断だよ。芝居理さん回復アイテム持ってますし、普通に回復した方がいいでしょ。救援物資開けたくなったから仕方ないです。ほら村ポン出た。でも敵さんも出てきましたよ。我村ポンやぞ。さすが村ポン。村ポンさん強いんですよ。っていうか、攻撃しろよ。なんでこの人攻撃してないんですかねー。他人事みたいに喋るな。ごめそ。さっき倒しきらなかったせいでお互い 1HP ですよ。なんてこったい、一生の不覚。っていうことでお互い回復タイムに突入しました。敵さん回復終わって攻めてきましたよ。あ、なんか倒せたわ。でもまだ別敵がいますよ。阿部寛、ここはジャンパで一時撤退しますね。なんでさっき阿部寛の名前呼んだし。定期的に阿部寛って言いたくなる発作があるので許して。どんな発作だよ。まあ阿部寛は置いといて、さっきの敵さんもジャンパで追いかけてくると思うので、木の上に降りてやり過ごす作戦。逃げるのだけは上手いですね。僕逃げるの得意なので逃走中のオファー待ってますね。来るわけないだろ。おっと敵さん、そんな無防備で止まって撃ってたら SR で抜かれちゃいますよー。